はい、こんにちは、シルモータスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー400ブルータイガーのご紹介です。こちらの車両はですね、前後ゴールドホイール、そしてミッドナイトモナカ缶ですね、そしてメッキ加工スイングアームなんですね、カスタムポイントたくさんございます。では早速ご紹介させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトはマルチリフレクターですね。レンズ割れなどはございません。あとはクリアウィンカーも装備しておりますね。レンズ割れなどもない状態です。フロントフォークの大きなにじみや漏れもちろんございません。フロントフェンダーもですね、オリジナルペイントとなっております。大きな割れこういったものももちろんございません。そしてゴールドホイールですね、大きなガリ傷曲がりこういったものもない状態となっております。あとはですね、アウターなども綺麗に磨き上げられてますね。タイヤ溝まだ残ってます。そのままお使いいただけます。はい、エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れ等もなさそうですね。そしてサブフレームなんかもね、装備しております。キャブレターカーのガソリン漏れ、ポイントカバー等の大きな点灯傷はございません。そしてですね、オイルクーラーはアルミのオイルクーラー装備しております。そしてステップはですね、バックステップ装備ですね。マフラーです。ミッドナイトモナカ缶ですね。後ほど音の方はご紹介させていただきます。先ほどご紹介しましたスイングアーム、メッキ加工スイングアームもですね、綺麗に磨き上げられてますね。そしてリアサスペンションは茅場のリアサスペンションに交換済みです。リアホイールもですね、ゴールドのリアホイール、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。タイヤ溝もですね、まだ残ってますので、そのままお使いいただきます。テール周りはですね、フェンダーレスキットにクリアウィンカー装備ですね。反対側回っていただきまして、シートです。大きな切れや破れもちろんございません。タンク周りです。タンクはですね、オリジナルのオールペイント、ブルータイガーですね。そして、ラメが入っているラインなんかもね、出てます。ではタンク内です。タンク内に大きな錆を取得もちろんございません。ではエンジンの方を始動していきます。ミッドナイトモナカ缶サウンド、ぜひお楽しみいただければと思います。皆様のお問い合わせお待ちしております。